2日間ですね、大変温かく、迎え入れてくださいまして、本当にありがとうございました。今から踊ります作品はですね、カムクラという、タイトルでございまして、私たちちょうどこの、今年でですね、10周年を迎えるにあたりまして、これまでの感謝の気持ちであるですとか、どこよりもかっこよくありたい、オンリーワンでありたい、勝ちたいであるだとか、いろんな気持ちの結晶である作品でございます。そしてさらに今後に向けてというところで、これから先も全国各地に花開くこのよさこいという文化、そして各地にあるチームさん、たくさん発展していけるようにという願いも込めて作りました。皆さんにもそんな気持ちが届きますように、思い出が残りますように、演舞をご披露させていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。神楽、終わりを照らす新しきしるべ。名古屋を彩る文化の息吹。ありがとうございます。ほっ。